新宿駅東口ご通行中の皆様、おはようございます。今日から参議院選挙が始まります。17日間これからの日本の未来を決める、そんな大事な大事な選挙が今日から始まるわけです。私、民主党全国比例の尾辻香菜子と申します。ただいま立候補の届け出を終えまして、参議院選挙第一声、この新宿駅東口から皆様にお訴えをさせていただきたいと思います。私は昨日日本テレビのニュースゼロでも取り上げられました。今回の選挙、国政政党から初めて公認を受けた同性愛レズビアンの候補者として、この新宿駅東口から17日間の選挙、精一杯戦ってまいりたいと考えています。どうして議員がレズビアンである同性愛者であるということをわざわざ言わなくてはならなかったのか、それはまだこの日本の社会に同性愛に対する、性的マイノリティに対する偏見があるからです。そんな中で、私もそうでした。この日本の社会で自分自身を認めることが、自分自身を受け入れることがすごくすごく大変でした。私も自分が同性愛者であるということを受け入れるのに5年の月日がかかりました。最初に自分がレズビアン同性愛者かもしれないと思った時、私は絶望しました。なぜ自分だけが人と違うのか、なぜ自分だけが同性に惹かれてしまうのか、こんな自分は変であり、こんな自分はおかしいのではないか、そう自分を否定し、自分自身の存在に絶望しました。そんな自分を受け入れるのに、この日本の社会で私は5年かかりました。そして自分を受け入れた時に見えてきたことは、なぜここまで私たちは人から軽蔑の目で見られなくてはいけないのか、どうして私たち同性愛者たちは自分を隠しながら生きなければいけないのか、私たちは何も恥ずかしいことをしているわけではありません。何ら隠すことはないのではないか、そう思った時に見えてきたのは社会の問題でした。同性愛者の存在が問題なのではなく、同性愛者を見るこの社会の偏見のステレオタイプの、その見方が問題なのではないか。そのせいで多くの、例えば同性愛者やセクシャルマイノリティの仲間たち、自分はいてもいなくてもいいんだ、命をなくしていきました。私の周りにもたくさん命をなくした、そんな仲間がいます。私はそんな自分を否定し、隠し、そして命を絶たなければならなかった、そんな多くの仲間の無念を背負って、この日本の社会がたとえ同性愛であろうとも共に生きられる、命を大事にする、そんな社会に私は変えていきたいと思っています。どうか皆さん、今回の選挙、年金の問題あります、政治とお金の問題あります、その問題も大事ですが、もう一つ、この日本の社会が
安倍首相の言う美しい国といった一つの理想、一つのモデルだけを良しとし、他のモデルを全て否定する、そんな多様性を切り捨てる美しい国ではなく、いろんな違いがある人たちが共に暮らせる、そんな多様性を尊重する、そんな日本の社会に変えれるかどうか、それが今回の選挙問われています。もちろん私は同性愛のことだけを言っているわけではありません。4年間大阪で府議会議員として、地方議会の現場で女性の声、子どもたちの安全、そして発達障害、聴覚障害、さまざまなマイノリティの声を届けてきました。今日本の政治に必要なのは、勝ち組の強い人たちの声を届けるのではなく、そうではなく、この社会で声を上げられない、そして格差社会の中でどん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 生活が厳しくなり切り捨てられている、そんなマイノリティの、そんな弱者に、弱者と力を奪われている、そんな人たちの声を届ける、政治の本来の役割って何ですか？政治の本来の役割とは、強い者の味方をするのではなく、まさにマイノリティの弱い者に耳を傾け、そして公平な社会を作ること。法律はそういう弱者のためにこそ本来あるものではないでしょうか。強い者の声だけが通り、そして弱者が切り捨てられる、そんな美しい国はもういりません。ぜひこの新宿から、いろんな違いが共に認められ、そして共に生きられる、そんな多様性を認められる虹色の社会を作っていきましょう。私は今回の選挙、民主党から初めて公認を受けたオープンな同性愛の政治家としてチャレンジをいたします。私たち同性愛者、性的マイノリティのシンボルは6色の虹です。今日はたくさんの6色の虹と一緒にお話をさせていただいています。虹は1色ではできません。そしていろんな色が全部混じったら虹ではありません。いろいろな色があるけれども、それがグラデーションを描きながら一つの虹を作る、それこそが違いを認め合い、そればかりではなく、多様性こそがこの社会の力である、多様性こそがいろいろな視点から意見を言うことがこの社会を活性化する、そんな社会を作っていきたい。17日間私は力の限り訴えていきます。自分が同性愛者であることは、そして同性愛者がこの世に暮らすことは何ら恥じるべきことではありません。同じように悩んでいる仲間たちに、私はこの17日間メッセージを伝え続けます。一人じゃないということ、仲間がいるということ、そして恐れなくていいということ、この日本の社会はこの選挙できっと変えられると。私たちが隠れて生きる時代は、そして自分を否定して命を絶たなければいけない時代は、この選挙で絶対終わらせます。どうぞ皆さん、私、尾辻かな子に、この新宿2丁目に事務所を構えました私、尾辻かな子に皆様のお力をお貸しください。